あれ？ここだったっけ？あれ、ここ合ってんのかな？そもそもここが待ってないんじゃないかな？ちょっと待ってください。ここ合ってないかも。ちょっと怪しいぞ。やってるかな、まあ、もうちょっとわかんないですよ。行かないと、行かないことにはどこが合っててどこが間違ってるなんてわからんすから。言うて、しげるさんもですね、何でしたっけ、なんか動物と喋れましたからね。すごい特技ありますから。各キャラが立ってますからね。ゴードはなんか弱、なんかこう、弱気みたいな。ビビみたいな感じ。ビビみたいな感じですよね、ゴードンは。ワンのキャラを他のシリーズので例えるのはあれですけど、ゴードンはビビみたいな感じですよね。猛毒なんで、まあ、でも、ドッケシがほどあるから、ドッケシ使いたいですね。出てくんな！うわぁ！うわ、これ、こいつか。こいつでやられたのか。こいつでゲームオーバーしたのか、前。同じミスはしたくないっすね。オッケーオッケー、先制攻撃。こいつでゲームオーバーしたんでしたわ。よし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 。こいつで一回ゲームオーバーしてるんで。扉をミスって入って、一歩目で、もう本当に敵が出てくる。しかもその敵が強いって確率が高すぎるんですよ。まあ、盲目してくんのか。全体にすんのずるいわ、それ。マジか。麻痺もして盲目もつけてくんの、ちょっとずるいっすね、それ。ほんと、S なんか足りねえな。わあ、ずるいわー。わ、ずるいわ、それ。ないわー。目薬4つ使うじゃん、これで。何してくれてんの？その盲目、ブラインをばらまくれよ、全体に。マジやらかしてきますわ、こいつ。普通のダメージ判定で盲目になるなら、まだ多少。しかも麻痺も入れてくるから、こいつおかしいって、だから。こいつおかしいですわ。なんだよ、こいつ。めちゃめちゃ使わされるじゃないですか。最悪やわ。目薬こんなにあったかな？なんかマリアちゃん盲目のままでもいい気がするんですけどね。つうか、ゴードは盲目のままでよ。マリアちゃんとゴードは盲目のままではいいっすわ。ちょっと盲目にしとこう。見えない方がいいかもしんない。冷静な判断ができるかもしんないんで。ちょっと待って、あれ？あれ？あ、そういうことか。下からもいけるし、上からもいけるってことか。うわー、最悪！最悪、最悪、最悪のやつがいる。もう、事務所総出でこいつをぶっ潰さんと。事務所総出やぞ、これ。もう、速攻でこいつ潰します。もう速攻でこっちから攻撃しようっていうのに、なんか一番最初に先手取ってブリザードばらまくのやめて。25。後ろにいるからダメージが入りづらいのかな。ファイヤー18。ブリザードの方が、熟練度が高いから、ああ、どうしようかな。ケアルっすね。マリアチャンスが落ちなきゃなんとでもなるから。いや、もうないって。うわ、全然ダメージ入んない。うわ！ひっと、これ。おしゃ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 。
これきついぞ。くそ。めっちゃ回復した。まあまだ今のやつが1体やったからよかったですけどね。1体やったからよかったですよ。2体とか。ただ本当に逃げたいけど逃げれないっすからね。回復にムラがありすぎるな。よし。いやーもう生きて帰りたいっすわ。めちゃくちゃブラインの本くれるけど。そんなにブラインそんなに強いのかな、もしかしたら。でも魔法きついんですよね。結局、物理に関しては、そんなに食らわないんで、やっぱ魔法が一番きついですね。魔法の全体ばらまきが。あそこっぽいな。うわー、もうここでこいつしか、こいつかよ、無理だぜこいつは。戦ったら6使えますよね。逃げる選択でも逃げれなかったらまた最初からですよね。あ、そうか、マリアちゃんがブリだとして、その間みんな逃げよう。多分それが一番いい。マリアちゃんがブリーダーとして、で、削ってる間に周りが逃げると。多分、100。多分それが一番いいっす。攻めながら守るという。攻めながら守るというスタイルです。なかなかこんな攻め方する人いないですからね。攻めながら守る。94。こんなにも逃げれないもんなんですかね、でも。こんなにも逃げれないもんですか。戦ってもどうせ当たらないんで、そもそもが。だからこれブリザードで行くっきゃないんですよ。で、こいつに6使うんで、でもう一回あったら終わりなんですよね。そもそも。くっ。いやぁ。ちょ。こんなにも逃げれないんですか？楽に。逃げれんのかいな。多分これで終わると思うんすけど。うわ、もう一発か。これで逆に逃げれたら困るな。ここまで追い込んだら。3か、またテレポしてやり直しですかね。あ、入る。そうなの。まあ、だとしてもよね。多分こいつ300ぐらい HP あるんで。無理やって。またやり直しですわ、これ。また帰らないといけないですよね。また帰んないといけないです。もう無理なんで。もう無理っす。またこのパターンっす。またこれです。これをあと何回繰り返せばいいんですかね。シゲルがもう300あるで、HP。シゲちゃん。みんなこんな攻略の仕方で合ってんすかね、ちなみに。無理ですよね、この攻略方法以外。それか、メイス装備したら、魔法力上がるとか。
あ、ありがとうございます。ちょっとここ、ちょっとここ逃げてみよう。ちょっと逃げれるかチェックしていいですか。たまたね、逃げる前にマリアちゃんは、ブリザードを全体にばらまいて、です。あー、逃げた逃げた。一応 S なで解除しとくか。ちょっと待ってくださいね。下ってのはこの下ってことですか？どっちの下だ？あの下の点別ですかね。なんか強いのがいたら泣きますよ。うわぁ！うわ、なんかめっちゃ強そうなの。うわぁ！ちょ測ったらシャア、測ったらシャア、これ測ったらシャアですよ、完全に。は、測ったらシャア、いや、もう逃げ続けるしかないです。こんなことありますか？つか、強すぎるでしょ、え、待て、ほんと死ぬ。セーブしてたよね？セーブ、出て速攻セーブしたと思うんで、出て速攻セーブしてるから、オッケー。出て速攻セーブしてるから、大丈夫です。盲目のままなんで。心下ね。下。こっちか。もう逃げますかね、こういうのは。でも、そうですね、メイス装備して、魔法使ったら、魔法の効果高いんじゃねえかなってちょっと思ってますけどね。チョコボ、どこチョコボですか？どこチョコボですか？チョコボ。うわ！ちょっと強そうじゃない？これも強そうじゃない？強そうじゃない？これ無理よ、多分。またこれもさっきと同じパターンっすわ。ほら。また全滅ですわ。ちょっと待って。なんだこのゲーム、ゲーム大丈夫ですか、ほんと。こんな全滅するゲームあります？おかしいわ。完全に測ったらシャアですよ。完全に測ったらシャアですよ。なるほど。わからんわ、これ。これわからんっすって。マジか。これわからんわ、さすがに。これわからんっすって。なんかめっちゃ分身してるんですけど。捕まえんのしんど。捕まえるしんど。なんちょこ、おごちょ食ってるわ、こいつ。めんどくさいぞ。あ、あいつ、くそ。やった。どういうこと？チョコボ見っけってどうすればいいの？これギザールやつを与えないといけないとかじゃないっすよね。これって、なんか、ポーションかな、通行書は。どうするんですか、これ。チョコボ見っけ。
どうやったら乗れるんですか、ちなみに。これどうやったら、これ、これどうやったら乗れないっすって。野原とかでもダメですよね。乗れないっすよ。なんかギザールの野菜みたいの持っとかないとまさか乗れないとかなんですか。お金で解決できないんですかね。乗れないじゃないですか。カヌー、乗れないってことでいいんですよね。乗れないってことでいいんですよね。結局なんかチョコボリ乗るアイテムかなんかをがないと乗れないってことですよね。結局は。いやー、ギザー、FF4 とか3とかだったら確かにここら辺落ちてるんですけど、形跡がないんですよね。不親切極まりないんで。不親切極まりないですよ、これ。この捕まえ方斬新っすよね、なかなか。煽ってくるけどさ、酔ってくるけど、酔ってくるのは知ってるけど、チョコボ見っけじゃないんすよ。ダメっすよね。持っとないといけないのか、アイテム。じゃあ、諦めますわ。団長の思い出。あれ？言うてよ、わかりづれえよ。わかりづらいわ。わかりづらいわ、これは、さすがに。ほら、さすが分かりづらいわ。出て行ったら待ってると、外で待ってるねとか一言くれや。こんなことになるとは思ってないです。いや、めっちゃ、もういなくなるんですよね。ですよね。いやー、めちゃめちゃ助かります。めちゃめちゃ助かりました。できた、息もチョコボール行きたいです。ただ息もチョコボール行きたいよ。ブリザード、そうね、ブリザード、あれ、ブリザードの本があるから、ブリザード2枚にすりゃいいのか。よう考えたら。で、MP を上げて、ブリザード、ゴードンとチャンバリでやれば、もうちょっと攻略の幅が広がるってことですね。で、ゴードはもう、魔法に来てもらおうと思うんで。多分、どれくらい？魔力ですよ。魔力22。これから上がるのかな？ 7000 ギルありますからね。魔力低っ！いや、つか、ゴードンが一番魔力高えわ。え、ゴードンって魔法キャラなの？それとも、メイスを装備したからかな、もしかして。もしかして、メイスを装備したから、こんなに高い可能性あるよ。どう？いや、そういうわけでもないっすね。もともとゴードン自体の魔力が高いのか。じゃあ、ゴードンくんは、ケアルとかしないで、アダマンタイマイとか出てきたときに、エダマンタイマイとかが出てきたときに、ブリザードをやってもらえますか。多分、そのやり方が一番良さそうですね。で、あとはポーション。ちょっと待ってね。アイテムがもうだいぶ使っちゃったんで。そうなると、ポーションと毒消しに、があんま使えないですよね。ゴードンも回復が使えないってなると。全員毒消し。全員、まあ、後ろ二人は、盲目になっててもいいんで。ブラインいらないっすけどね。絶対使わんけどね。
で、ポーション。ハイポーション、ハイポーション買いましょうか、1個。1個ポーション売って、お金あるんで、1個ハイポーションあるといいかもしれないです。ブリザードが多分ゴードンクだとかなり魔力が高いから一発でガツンっていけるかもしれない。ゴードンクの隠れた才能が出てきました。マジでもうチョコボで生きて、チョコボで行きたいっすわ。一回チョコボールを覚えるともう歩いていくことが無理になりますね。もう一回チョコボール味を覚えたんで、歩いていくっていうことができないっすわ。苦痛ですわ、苦痛。ほんと、行きも帰りもチョコボール行きたい。MP が全然上がんないんですよね。MP 上げないといけないんでしょうけどね。MP が上がらないとこれどうしようもないゲームな気がしますね。やっぱ序盤から魔法を積極的に使って MP を上げるっていう戦い方をしとかんとダメですね、これ。MP が低すぎて、もう全然話にならないですもん。もしかしたらちゃんと育成したら、全員 MP20 みたいな。それくらいまで持っていけるんじゃないですかね。ずっと戦ってるから、さすがにあの攻撃力だけは高くなってますけど、MP が上がんないから。本当はこいつらは魔法を使って倒したいんですけど、アダマンタイン前に魔法を使わないといけないのは確定事項なんで、そうなったら、うかつに魔法使えないんですよね。ものすごい縛りプレイっすよ、これ。ほんと、星6魔石状態っすよ。まとい剥がしてくるのに、まとわないと攻撃できないみたいな、もうそれくらいきついっすわ。ほんとに。星6戦技ありますかみたいな。ないんだったら、ここで取ってください、みたいな。それくらいこう、ほんと人権さ、MP がないと人権がないみたいな感じになってますもん。もう一回行ってもいけるかわかんないですけど、相当強くはなってますけどね。それこれって最大が999なのかな、それとも一桁余ってるから1000とかいくんですかね、HP が。どうなんだろう。FF3 は9999まで確か HP がいくんで、もしかしたら、FF2 も、いくかもしれないですよね。おバカ。おバカさん。おバカさんだこと。じゃ、コテとかいらないから、コテ打っときゃよかったな。ミスリーのコテとかも。絶対つけることないっすもん。よし。あとはアダバンタイバイに合わないことだけです。アダバンタイバイさ合わなきゃ、これそんなね、クリアするの難しくないんすけど、なんでここに2時間も3時間もかかってんすかね、この攻略に。みんなそんなもんなのかな？他のゲーム実況者もこう、とか行った時に、こんなにやっぱかかるもんなんすかね？これが普通なんすかね？ここのところに。二時間、三時間かかるみたいな。当たり前なのかな？不安なんですけど。ここで苦労してる分、後々後で楽できそうみたいな前触れがあればいいですけどね。そんな別に前触れもあるわけじゃないんで。とりあえず MP が上がらないとしょうがないんで。で、MP 上げるには魔法使わないといけないって分かってんすけど。でも魔法を使いすぎると頭の対面に詰むというね。ものすごい縛りプレイなんですよ。
そんな縛りプレイあります？言ってることで、ね、言ってる条件がめちゃくちゃなんですよ。全然噛み合わないっす。ちょっといきなりちょっとダメージ食らいすぎたな、ちゃんまりが。ちゃんまりさんがちょっと食らい、うわ、バカ。絶対ハイポーションでそんなの使うわけねえしよ。奥の手なんだから。どれくらい長さかもわかんないんですよね。もうね、通い慣れたもん、通学路みたいなもんなんで。通学路みたいなもんですから、そんなに苦労せず行けますから。もう慣れた道ですよ。ほんと、案内できますもん。ちょっと、旗持って。旅行代理店みたいな。ツアー。右手に見えますのは、全然できます。左手に見えますのは、全然できます。ちょっと、お茶しますみたいな。ここでちょっとお弁当、自由時間しましょうか、みたいな。全然できます、そういうの。で、その、自由時間に行ってる間に、大体バスの運転手と、そのバスガイドがちょっとイチャつくとかね。なんであのバスガイドとバスの運転って付き合うんですか？付き合ってるのかわからんですけど、だいたい怪しい関係になってますよね。中学校、高校はどうかわかんないですけど、中学校とかも生徒会同士で付き合ってるって多かったじゃないですか。まあ部活のマネージャーとで部活もあるよくありますけど、生徒会もよう考えたらやらしいっすよね。普通に。なんか、恋人作りに生徒会入り出したか、みたいな。そんなもありそうですよね。そういうキャッチフレーズで、あれ選挙じゃないですか、確か生徒会って。僕が生徒会長になった暁には、生徒会の、中で一番可愛い子と付き合います、みたいな。少子化対策の先駆けとして、まず私が生徒会長になり、生徒会、副会長とか、初期とかの、ね、可愛い女の子と、付き合います、みたいな。応援してください、みたいな。ええー、みたいな。で、それで組織票で、副会長の女の子を、あんまり可愛くない子にするんですよ。わざと。で、それも公約で言うてしまってますから、もうその子と付き合わざるを得ないというね。で、これ付き合わなかったら公約破りになっちゃうんで、多分そういう大掛かりな組織票が動くかもしれないですね。言うて僕は応援演説はしたことがありますから、ね、この人をよろしくお願いしますみたいな。30分で台本が来ましたから、ね、そこそこいいこと言うたと思うんですけどね。ダメでした。だいぶお金も、そうね、やっぱ魔法使わない、ずっと魔法使ってない、戦闘中に魔法使わないといけないんでしょうね。魔法を戦闘中に積極的に使わないと上がる確率があると。うわ、来た。ちょっと一回、ちょっと、うわ、67か。まあ、マリアちゃんも使うんすけど、もちろんね。ゴードンが多分、ブリだとめっちゃ強いと思うんすよ。やめて。多分相当強いと思う。あれ？見えない！早すぎて見えない！ 100！ ダメージがでかくはなっている。まあでもこれで、まあそんなにマリアちゃん、でもね、ゴードン、そうっすよね。アダマンタイマイじゃなかったからよかったっすけど。あ、めっちゃ上がった！え、なんでこの MP 上がるの？
え、なにこれ、なにどういうことですか。さっきまで5でカツカツでヒーヒー言ってたのに、なんで急に27とか上がるの。ゴードン強すぎでしょ、そんなのだったら。え、そしたらブリザードめちゃくちゃこいつでばらまきまくればいいじゃないですか。余裕じゃん、これ。ちょっと、また、どうしようかな。全滅して、いけるギリギリまで行ってまた逃げようかな。よし、で、次行くときに、もうゴードンが27ありますから、もう全然余裕っすよ、これ。なんだこれ。急に簡単になりましたよ。急にゴードンくんの戦力が。なんだこれは。あんなにカツカツだったらまさか MP22 上がるってことは22回ブリザード打てますからね。なんじゃそれ。やっぱり、こう定期的に打ってレベルが上がるようにしとかんといかんのかってことですね。M、ってことっすわ。もうずっとこうやってなるべく魔法を使って MP が上がるような工夫をちゃんまりさんとゴードンしといて、で MP が上がっても MP 使い放題みたいな、そういうことですわ、このゲームは。やっとわかりました。そういうことね。やっとこのゲームの攻略法をつかみましたよ。まあ、上がるかは分かんないですけど、上がる確率を高めるために、ワンセントで絶対一回ブリザード打っとけと。そういうことか。で、多分魔力が途中で尽きるとは思うんですけど、そしたらまた、しょうがないけど撤退ですね。で、この次の撤退した次は多分勝てると思います。だってゴードンが22回ブリザード打てるんで、もう余裕でしょ、そうなったら。今までブリザードが打てなくて困ってたんで、それが一気にっすよ。一気に27回打てるって。ゴードンやべえな。でも、このゴードンもいなくなるんすかね、じゃあ。めっちゃ困るんすけど。そんなんだったらめちゃめちゃ困りますよ。強いやつの時よりブリザードを温存しとくと成長がないから、もう好意の時でもブリザードを打つと。多分そういう戦い方をしろってことですよね。気づきましたよ、ついに。モーモくん。でもマリアちゃんだったらそんなに、MP が上がらないですけどね。ゴードンだったらアホほど上がるんですけど、ゴードンの強さが異常。急にゴードンくんのチームになりましたもん。ちゃんとステータスってのは見るもんですね。ゴードンのステータスを見て、気づきました。あ、来た来た。あー、来てねえや。チャンマリさんのブリザードが2になったんで、ただこれで、ブリザードを使うのが、確か1から2に変わっちゃったんすよね。だから MP を上げることだけを考えるんだったら、ブリザードじゃなくてファイヤーの方がいいっすね。ファイヤーとサンダーも使っていこう、積極的に。全部上げていきましょう。で、強い、あ、盲目のままか。強いのが出てきたら、ちょっと待ってください。強いのが出てきたら、ブリザードで、一気に削ると。熟練度が上がったんで、多分、入る攻撃が違うと思うんで。したら、早く倒せるかもしんないです。アダマンタイマイが出てきても。いや、相関がちょっと面白くなってきましたね。こういう戦略ゲーみたいなになってきたんで、ちょっと面白くなってきました。